おさむつか古墳は、大阪府堺市堺区モズ遊具町2丁150の2に所在する古墳である。モズ古墳群に属する前方公園墳で、すぐ近くにある大占領古墳の倍長とされる。国の史跡に指定されている、大占領古墳の前方部南東端に面している。前方部は作兵され、集合も埋没しているが、公園部計42メートル余り。 公園部高さ4メートル余りあり、推定全長61メートルに復元できる。内部主体は不明。昭和33年に国の史跡に指定されている。現在、古墳の周囲は大仙公園の拡張予定地になっている。平成18年から19年に堺市教育委員会によって作品された前方部の範囲と集合を確認するため小規模の 発掘調査が行われた。この際の出土遺物の多くは、円筒埴庭で少量の世紀も出土している。他に、噴球長部からはかつて炭鉱片が採集されている。これらの遺物から推定される年代は5世紀、中頃から後半である。昭和33年に、規定契約40メートル、高さ4.5メートルの円噴として、国の史跡指定を受けているが、 平成元年以降の立ち合い調査や発掘調査により前方部の短いホタテ貝形前方公園墳であることが明らかになった。平成20年度地中レーザー探査に基づき墳球長57.7メートル、前方部長さ26メートル、公園部計42メートル、高さ4.2メートルと推定された。平成27年の発掘調査により掘りの外周が 明らかになり、全長72.5メートル、分級長59メートル、公園部計42メートルのホタテ海形前方公園墳の復元図が作成された。現在、前方部と公園部の集合の一部が、歩道や広場にカラー補装で復元表示されている。ただし、集合の公園部の表示が二重になっているのは、歩道側が1997年。 広場側は2015年調査結果に基づいて復元されたためである。集合の前方部は2015年の調査結果をもとにカラー補装で全体の大きさが表現されている。前述の遠筒派には、末期の他に、朝顔型派には、継承派には、多数の吹石が出土されている。吹石は8割以上が、泉市から、 岸は出しにかけての河川で採取されたものと推定されている。ありがとうございます。